周吾の「青部か物語」よりはじめに浦勝町は根戸川の最も下流にある漁師町で貝と海苔と釣り場とで知られていた町はさして大きくはないが貝の缶詰工場と貝殻を焼いて石灰を作る工場と 冬から春にかけて無数にできる乗り干し場とそして魚釣りに来る客のための釣り船屋とごったく屋と言われる小料理屋の多いのが他の町とは違った性格を見せていた町は孤立していた北は電波だ、東は海西は根戸川そして南には 沖の百万坪と呼ばれる広大な荒れ地が広がりその先もまた海になっていた交通は乗り合いバスと蒸気船とあるが多くは蒸気船を利用し通船と呼ばれる二つの船会社が運航していて片方の船は船体を白く塗り片方は青く塗ってあったこれらの発着するところを蒸気菓子と呼び 隣り合っている両桟橋の前にそれぞれの切符売り場があった西の根戸川と東の海を通じる掘割がこの町を還流していた蒸気菓子とこの掘りに沿って釣船屋が並び洋食屋ごったく屋地方銀行の出張所三島郵便局巡査駐在所、 消防署、そして町役場などがあり、その裏には貧しい漁夫や貝を取るための長い柄のついた竹籠を作る者や、その日によって雇われ先の変わる、つまり船を漕ぐことも知らず、力仕事のほかには脳のない人たちの長屋、土地の言葉で言うと、ぶっくれ小屋なる者がごちゃごちゃと詰め合っていた。 町の中心部は堀南と呼ばれ、四丁目と言われる洋食屋や、裏カス亭という寄席屋、諸雑貨用品店、理髪店、銭湯、山口屋という本当の意味の料理屋、これはもっぱら、町の旦那方用であるが、その他、他の田舎町によく見られる、幡子宿や小商いの店などが軒を連ねていた。 その南側の裏に、やはりごったく屋の一角があり、たった1軒の芝居小屋と、時たま仮設劇場のかかる空き地があるという具合であったこれらのことをどんなに詳しく記したところで、浦勝町の全貌を尽くすわけにはいかない私も決してそんなつもりはないので、ただ、 この小さな物語の編集に出てくる人たちや出来事の背景になっているものだけを一応予備知識として紹介したにすぎないのである初めに「沖の百万坪と呼ばれる空き地がこの町の南側に広がっている」と書いた「私は目測する能力がないので正確には何とも言えないがそこは確かに」 その名にふさわしい広さを持っていた。畑といくらかの田もあるが、大部分は、芦や雑草の茂った荒地と、沼や池や湿地などで占められ、その間を根戸川から引いた用水堀が、一つ入りから四つ入りまで、荒地に縦横の水路を通じていた。この水路や沼や池には船、ふ 鯉、い、葉や、ナマズなどがよく繁殖するため、おかずりを好む人たちのとっておきの場所のようであった。また、沼や池や足のしえみの中には、カワウソとかイタチなどが住んでいて、よく人を驚かしたり、何事でもすぐに信ずるような昔風の住民を、好きさえあれば馬かそうと思っているということであった。 この町では時たま、太陽が二つ、東と西の地平線上に現れることがある。そういう時は、すぐにそっぽを向かなければ危ない。おかしなことがあるものだ、などと言って、二つの太陽を見ると、海どんぼ野郎になってしまう。そうして、その時にはすぐ脇の方で、カワウソかイタチの笑っている声が聞こえるということである。 特にイタチは、たちの悪いイタズラ好きで、人が道を歩いていると、ひょいと向こうへ飛び出してきて、立ち上がって交通整理でもするように、右手を上げて右を指し示したり、左手で左の方を指したりする。そうしたら、必ず反対の方に行かなければならない。うっかりしてそちらへ行けば、決まって、池や堀か、悪くすると、 江戸川へ落ち込んでしまうと言われていた100万坪から眺めると浦粕町がどんなに小さく心細げであるかということがよくわかるそれは荒れた平野の一部に平べったく密集した一塊の廃滅しかかっている部落といった感じで貝の缶詰工場の煙突から立ち上る煙と 石灰工場の建物全体を包んで絶えず舞い上がっている切迫の煙のほかには動くものも見えず物音も聞こえずそこに人が生活しているとは信じがたいように思えるくらいであった私はその町の人たちから蒸気菓子の先生と呼ばれ足掛け3年余り一人で住んで